はい、こんにちは、質問コーナーでございます。今日はね、なかなか手強いというか難しい質問で、なぜ簡単な料理ほど難しいのかっていうね、簡単な料理ほど難しいね、簡単な料理ほど難しいんです。で、まあなぜかというと、まあプロの目線とね、一般のねご家庭の目線って、まあ、若干差はあると思うんですが、やはりそのよくね、日本料理は、引き算、フランス料理は足し算、中国料理は掛け算っていうね、言い方するんですけど、まあ日本料理の場合はその、まあ、大根があったとしたら、大根の皮を取って、大根の実をだしに入れて、どん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 その、雑味というんですか、アクというんですか、それをこう、引き算にして、その大根の本質にこう迫っていくとっていうので引き算っていう言い方をするんですけど、まあ、フランス料理は、足し算、また大根があったり、大根があったらそれに今度じゃどんなソースにする、どんな付け合わせにする、何を合わす、どんな香草を乗っける、どんな、スパイスを乗っけるって、そういうどん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 その足していって、まあある意味ハーモニーあってい う, ことが、ハモってるというバランスですねが、フランス料理の特徴であり、それを足し算で、掛け算っていうのは中国料理はね、皆さんご存知のようにもう熱い鍋でもういろんなビャーって、もう1234ってかって、 1×1 が2じゃなくて、もうそのうわーっと混ぜてね、で掛け算して、そのなんていうんですかね、こうパワーというかパンチというか、そういうものを表現していくということで言われるんですけど、やはりそのまあそのなんていうんでしょ う, こういろんな、まあ、食材のね、一つポイントは食材の良し悪し、やはりね、一般家庭ではそのね、いつもいいコンディションのものをね、魚であっても野菜であってもお肉であっても、いいコンディションのものを買えるとね、スーパー、特にスーパーとかね、傷みやすいですし、まあそういう時はね、加熱方法とか、いろんなスパイスだとかね、いろんなものをこう足していって、まあそのハーモニーで、ですからそのフランス料理にそういう考え方は似てて、フランス料理もですね、もともとどうしてできたかというと、結局素材がそんなに海の近くの場所は別として、内陸地リヨンとかね、アルザスだとか、そういうところっていうのはやっぱりそのフレッシュのものが手に入らないので、そういうちょっと素材が、熟成したら酵素を入れるとか、でそれじゃあなんかおソースで食べるとか、だからそういうこうなんていうのかな、素材一つの力じゃなくて、ソースであったり酵素であったりマリネとかね、そういうこういうもので、まあごまかすという言い方はちょっと語弊がありますけど、そういうバランスでいろんなで素材を食べていくということが言えるんだと思うんですね。で今度その、シンプルな料理がなぜ難しいか、それはやっぱり、極端に素材が、やっぱりそのフレッシュでね、その素材だけでそのお刺身で食べれたりだとか、天ぷらね、天ぷらなんかもシンプルですよね、そばもシンプルですし、お刺身ね、お寿司なんて超シンプルですし、そういうそのシンプルというのは非常にその素材を選ぶので、シンプルな料理ほどその条件ですよね、特に日本料理というのは日本だとね、やっぱり軟水で、でその清らかな水で、そしてその季節ね、春夏秋冬、季節感も選びますしね、いろんなその条件が揃うことによって、もう究極の日本料理が表現されるんですね。なのでなかなかその日本以外の国でちゃんとしたというかね、
日本で食べられるような日本料理を作るコンディションはね、なかなか難しくて、逆にフランス料理とか中国料理とか、まあ、中国料理は、素材をほとんど乾燥させますので、どんな国アフリカの奥地に至ってその乾燥してあれば保存できるし、まあフランス料理のようにいろんなその、食材をね、バランスよく混ぜて、ハーモニーを作っていくということで、まあ世界の料理というのは、フランス料理か、中国料理、そして、自分の国の料理、日本で言えば日本料理ですよね。なので、その素材、シンプルな料理ほど、そのどういうんですか、素材の条件を選ぶので、なかなか難しいということが言えるんだと思いますね。でも日本の食材はね、お魚でも海に近いので、お野菜にしてもね、みずみずしいですし、お魚なんかね、もう本当にお刺身で食べられますね。そういう意味では日本の料理、そのシンプルな料理っていうのは非常にその条件的、土壌とか気候的に、表現しやすい、作りやすいのかなと思います。グーです。